医療機関の予約立ち情報をお伝えするウェブリーチャンネルへようこそ。こんにちは、川村信也です。予約システムの導入や乗り換えを検討していらっしゃる先生方、こちらをご覧いただいている方多いと思います。今日はですね、予約システムの選び方のポイントですとかトレンドについてゲストをお招きしてお伺いしようと思います。それではどうぞ。こんにちは、 MICT コンサルティングの大西です。よろしくお願いします。お願いします。こちらのですね、動画いろいろと出ていただいているのでご存知の方も多いと思いますが、改めてご紹介いたします。大西大輔さんはですね、かつてですね、電子カルテなどの医療 IT を扱うショールームメディプラザのマネージャーとして日本全国約3000件の IT 化に関わりました。その後独立されて、今 MICT コンサルティング株式会社の代表として医療機関様の業務効率化のコンサルティングや、企業様向けに医療 IT の商品開発支援などを行っていらっしゃる方になります。さて大西さん、はい、今日はですね、予約システムということなんですけれども、予約システムですね、今どれくらいの医療機関さんに普及しているものなんでしょうか。私はですね、いろいろ調べたんですけども、大体1万件ぐらい、クリニックの 10% ぐらいじゃないかなと思います。これが新規開業とかでも同じくらいな割合なんですか。新規開業だと3分の1ぐらいはもう入ってると思いますので、2000分の3分の1、600件、500件ぐらいは入ってるんじゃないですかね。そうすると、新しい、要するに若いこれから開業されるドクターは、予約は入れとこうかなみたいな雰囲気にももうなってるということですね。そうですね、今三種の神器って言われてまして、電子カルテと予約システムとファックス、この3つを大体選ぼうとしてますね。なるほど。じゃあですね、この予約システム、今どういったトレンドにこうなっているんでしょうか。そうですね、これはですね、電子カルテができたのが20年前なんですけど、はい、予約システムが本格的に動いたのが10年か。そろそろやっぱり買い替えというのが一つトレンドになってきてますね。なるほど、乗り換えの需要が増えてるっていうことなんですね。そうですね、電子カルテは乗り換えが難しいんです、はい、予約システムは簡単なんです。その理由は、情報を持ち続けるものか、情報は持ち続けなくていいのかっていう違いなんですね。なるほど。要はデータフォーマットがいらないっていうのが一つ重要なポイント。そうかそうか、電子カルテだとカルテの情報を次の新しいものにこう移動しなきゃいけないけど、はい、予約は取りっきりなので、機械だけシステムだけ変えればいいということなんですね。でもう一つ大事なのが、値段の問題もそうなんですけど、とりあえず入れたんですけど、今の運用に合わなくなってきて、機能が足りなかったらしい、新しい機能を求めて買い替えっていうのが起きてるんですね。なるほど。そしたらなんか昔なかった機能とかもついてきて始めてるってことなんですよね。そうなんですよね。もともとですね、予約っていうのは大きく分けると順番、時間と大きく2つあります。私も確かに順番予約入れるんですか、予約時間予約入れるんですか、どっちにしますかって、割とうちのお客さんにもそういったことをご案内するんですけれども、そういったトレンドじゃなくなってきてる。そうですね。で、一応一旦なんですよ、やっぱり。で、順番の場合は 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 と番号を予約するので、時間と比べるとですね、時間のこう揺れ幅みたいなものが結構融通が利く。一方、時間の場合は9時に予約取ったのに9時半に見ると30分くらい遅れちゃうという違いがあったんですが、そもそも番号を取るという行為が1番取ったのに1番目に来ないんですね。例えば1番に予約取って150番に来ないんですよ。で、堂々と横入りして、僕1番取ったんだからいいでしょって言われると、医療機関とは知ってるからですね、1、2、3、4、5、6で順番に取ってほしいのに、朝に取って、後に来るって、すごく運用が難しくなってしまった。これをくっつけたのが時間帯予約、新しい予約の、9時から9時半までの枠に5人とか、9時半から10時までに5人っていうふうに、番号で取ってるんだけども、時間を制限してると、時間のズレが少なくなる。そうすると順番予約と、時間予約のいいとこ取りみたいなイメージのサービスができる商品が現れたっていうことですね。他に新しい機能って何かありますか。一番最近だと LINE 予約とか。なんか私も見たことあります。あと LINE でお知らせが来るとか。で、これ調べてみたんですけど、スマホでメールを見てる人間と LINE を見てる人間の人口が LINE が圧倒的に多いんですよ。ですので LINE お知らせとか LINE 確認っていうのはやっぱりトレンドだと思います。
なるほど。 LINE でピコーンとこうお知らせが来ると、まあ、今まではメールで来るっていうのはよくあったパターンですけれども、ちゃんと来るような工夫を、まあ、LINE の方のサービスでするという形なんですね。 そうですね。そしたら今新しい機能の方は聞いたんですけれども、もうトレンドじゃない機能みたいなのってなんか出てきたりするんですかね。一番今、減ってるのが電話での応対ですね。音声での応対、そうです、 CTI です。はいはいはい。でこちらがですね、そもそも電話を使わないっていうケースが多くて、例えば私たちもカード会社なんかだと1番押してください、2番押してください、3番押してくださいってやってたんですけど、あれはプッシュ回線をイメージしてるんですよね。今はメールと LINE の文化なのでいらない。だからこれを買わないケースが増えてきますね。まあ、今トレンドみたいなものは聞いたんですけれども、まあ、これから選ぶ方、これを見ていらっしゃる方が、こう選び方のポイントは知りたいなと思ってると思うんですけれども、なんかそのポイントっていうのはありますか？そうですね。まず最初に自分の診療スタイルに合わせたものを選ばないと結局買い替えになってしまうので、まずは自分の予約のスタイルをちょっと考えてほしいですね。ちょっと想像してほしいんですが、内科さんとか皮膚科さんとか耳鼻科さん、こういった方々はですね、1人5分で見るってなかなか決めにくいじゃないですか。30秒だったり10分だったり、そういう人はですね、時間がずれやすいので、順番予約を選びます。でさっきの時間帯予約にすることでさらに効率化が図れる。要は1番に来た人が3番に来るってことはなくなる。一方で時間がかっちり決まってる場合、例えばですね、内科さんでもあるんですけど、検査予約、これは時間の方が向いてるんですよ。はいはい、例えば内視鏡だとかそういった検査は、まあ確かに先生も時間で動いてますから、時間で予約が取れる方がいいですよね。でよくあるのは診療前の8時半から9時の30分に時間予約で入れると、お昼休みの時間帯に予約を取ると、ってことは在宅も結構それに向いてるんですよ。一方で美容もそうですね、歯科もそうですね、まあ人数がある程度決まっていて時間通りに動く診療科はぜひ時間にした方がいいと思います。それが一つ目の何の枠で予約をするのかという問題です。で二つ目の選び方なんですが、今度患者さんへどうやってお知らせをするのかということを選ばなきゃいけないんですね。種類は3つあります。まず一つ目は、お知らせをあえてせずに患者さんが見に行く、予約システムのウェブサイトにアクセスすることで今あなたは何番っていうのが分かるような仕組みってことですね。2つ目がですね、メールにお知らせるところ、そして3つ目が LINE にお知らせが、大体この3つがあります。これもですね、 LINE をやってるメーカーとやってないメーカーありますので、これも選ぶポイントになります。で3つ目はですね、これお金の問題も少し考えてほしいんですけど、イニシャルコストとランニングコストっていうのが考え方なんですけど、頭の中ではサブスクみたいな形で月々いくら払うのかってことを考えてみます。そうするとですね、今だいたい相場がですね、イニシャルに30万ぐらい払って月々1万5000か2万円払うという考え、30万円をリースで購入した場合、だいたい2万円とかそれぐらいだとすると月3万円ぐらいなんですね。で3万円をずっと払い続けたら使えるというんですけど、オプションを足されたり電子カルテに連動したりすると連動コストとかあります。こういうことをトータルで考えると、いくらなのかなってことを考えて、前の動画で話したと思うんですけども、やっぱり5年間で見るのか月々払いで見るのかっていうのが最近ですね。安いものと安くないものの大きな違いっていうのが機能制限なんですよ。なるほど。機能があるかないかっていうものがかなり大きな違いで、もう一つちょっと付け加えたいことがあるので、この予約をするっていうことは電子カルテにつなげるっていうことがすごく大事なので、ちょっと今から電子カルテの話を少しだけさせてください。今電子カルテの普及率が大体 41% とか 5% と言われています。要は電子カルテの方が予約よりも先に普及が進んでるんですが、これとつなげてくださいっていうケースがすごく多いんです。でその際に患者さんの情報を予約システムに上げる場合、一方で今度予約システムからチェックイン、要は受付しましたよって情報を電子カルテに受け取る。でこの2つの連携の仕方があるんですが、これができるメーカーとできないメーカー、これも実は実績があるかないかだったり、高いか安いかにかなり影響をしています。今医療系でない予約システムの参入っていうのは結構あるなって印象があるんですけれども、まあ、そこでの最大の違い、まあ、医療でないところは結構安かったり、エアリザーブさんなんかはもう0円だったりするんですけれども、電カルと連動するっていうのが割と値段の中に入ってきて、しかも
電カルと連動することで、まあ、本質的に予約システムを入れたいなと思っている人は考えている時間短縮であったり効率化であったり成果として違ってきちゃうということになるということなんですね。そうですね。一番大事なのは私 IT とか ICT を普及する中で必要なものを買ってるつもりなんですが選び方を間違えていると本来の業務効率化が図れない。例えば電子カルテと予約システムを別々に操作しなきゃいけない。そうすると当然間違いが発生する。間違えるとクレームになるので謝らなきゃいけない。あれ何のために入れたのっていうことが起きちゃうので要は役に立たないとは言いませんが、入れ方を間違えると大きな火傷をしてしまう可能性があります。そうか、人をまあ何度か介するというか電子カルテと例えば順番待ちがつながってなかったとしたら順番が3番目に来ましたっていうのを誰かっていうのは電子カルテまた一手間かけて探す。連動してるとまあ、3番目が来たら電子カルテの方も自動的にこう3番目っていう形でまあ手間がなくなる。それからまあ人を返さないでまあ当然ミスも減るっていうことになるということなんですね。それでは最後にもし大西さんの方からもう選ぶにあたってもこれだけは気をつけてみたいなものがあったら教えていただけますか。はい、世の中にですねいろんな情報たくさんあってインターネットでこう予約システムどれがいいかなって迷われると思うんですよね。でその時にあこれ安いから入れようとかこれ無料だから入れようっていうことはちょっと待ってほしいんですね。で何を言ってるかっていうとさっきのチェックポイントのように機能が足りなかったり連携ができなかったりいろんなところにやっぱコストってかかっています。だからとりあえずこれでいいやというのではなくて十分に情報を集めてちゃんとデモも受けて、買ってほしいですし私のようなこれちょっと CM になっちゃって申し訳ないんですけど第三者にちゃんと聞くというのも一つ大きなメリットだと思います。もう安物買いの全容試合になってほしくないので、ぜひじっくりと考えてほしいなと思います。確かに今安くてこうもうなんかやってみようかなぐらいでこうできちゃうようなシステムが割とあるなという印象ですけれども結局でも入れてしまうと他に乗り換えるのってまあそこそこコストであったりしますよね。わかりました、ありがとうございます。今日はですね、予約システムの選び方、そしてトレンドについてお伺いをいたしました。ぜひですね、じっくりまずこう選んでいただく。安いから高いから、まあいろいろあると思いますけれども、やっぱり自分で体験して本当に合うかなっていうところをしっかりこう見極めて選んでいただくということがポイントになりそうです。それではまた次回。